今期から投入されるリズムの新しい構造の紹介です。ゴーストとスプーク、これ何が違うかというと、実はこのトップシート、シンタードフェイスで僕らは呼んでますけども、要するに今まで滑走面に使われたシンターの滑走面材をトップシートに貼ることによって新たな強化材として使ってます。これはだからいわゆるグラスファイバーとかカーボン、メタル、その他いろいろあるんですけども、それ以上にこう表面に貼ることによって新しい強化材としての振動吸収性、そしてキレと走りを実現してます。これは本当に新しい発想なんで、ぜひとも試してみてください。多分ゴーストに乗ろうがスプークに乗ろうがどっちもたまげます。